こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物リハルです。はい、お久しぶりになってしまいましたねという感じですね。今日はね、8月の5日の金曜日です。はい、プレミア公開の日ですね。今日というか、まあ、今ね、私仕事から帰ってきたところでございます。仕事から帰ってきて、もう髪の毛が邪魔すぎて、前髪が、なので手ぬぐいターバンをしてるっていう状態ですね。髪の毛最近やっとね、それっぽいハーフアップができるようになって、まあまとめられるようになったのは楽かなっていう感じですね。ただね、どれだけ髪の毛伸ばしても、この生え際のなんとも短い微妙な毛たちが非常にね、顔とか目とかなんかそこら辺に刺さってね、痒くて嫌っていうのが正直あるので、はい、仕事から帰ってきて、とりあえずもうこの毛をね、なんとかしたいっていうので手ぬぐいターバンをしてるっていう状態ですね。はい、今ね、世間はというか、小学校中学校あたりはね、夏休みに入ってる時期なので、私の仕事もちょっとね、時間をずらして午前中の間に出勤というか仕事するっていう風になっておりまして、でその午前中の仕事に、私いつも夕方からなので、家庭教師は電車で通勤してるんですけど、午前中の間だと車をね、使えるようになるっていうので、朝夫と車で職場まで行って、私だけ車を持って帰ってきて、で準備してすぐ行くっていう、そういう生活を送っております。で今日はね、もう本当に時間がなさすぎて、朝もう結構ね、ギリギリに起きて、とりあえず車に乗って行かなきゃいけないっていうので、パッとね、ワンピースを着て、でそのまま仕事にも行っちゃったみたいな、そういう状態ですね。で、まあ、この後着替えるつもりではあるんですけど、一旦この服のままで、そう、話したいというか、まあ、私自身が喋りたいっていうのと、皆さんどうしてるんだろうなっていうのと、まあ、アドバイスがあったら欲しいなっていうので、この格好のまま喋ってます。何かっていうと、夏の帰省です。はい、私は出身が石川県で、今千葉県に住んでるっていう感じなんですけど、そう、最近ってか、ここね、数年の流行り病のおかげさまで、数年地元に帰らずに過ごしていたんですが、もういい加減今年は帰ってよくないみたいな、もういい加減ね、顔を、親戚というか、まあ親兄弟のね、顔を見ておきたいなっていうのがありまして、はい、今年は帰るっていう風にしておりまして、そうなんだよね。そのタイミングでまたなんか最近、なんだろう、感染数が増えてきてみたいな話を結構聞くので、どうかなと思いつつ、まあ3年間帰ってなかったし、まああんまこういうこと考えるのも嫌だけど、自分の親の顔を見られるのっていつまでなんだろうみたいなことを考えてしまうと、結構センチメンタルな気分になってしまいまして、まあチケット、電車のね、チケットも取ってあるし、まあ気をつけて帰ればいいかなっていうので、私は今年帰省することになったんですけど、はい。で、その帰省はね、3泊4日で、で、今考えてるのは、何を着ようか、何を持っていこうかっていう、そこです。はい。3泊4日ってね、なんかすごい絶妙なんですよね。1泊2日なら、もう替えの下着とか、もう全部洗濯しない前提で持っていけばいいじゃん。そんな大きくないし、荷物みたいな感じだし、7泊とか1週間とか、なんかそんぐらい行くんだったら、もう洗濯前提で3日で回せるような、今夏だからすぐ乾くしみたいな感じで荷物をね、作ることができるんですけど、3泊どうすっかなっていうのが正直あります。一応今私が考えてるのは、まあ自分の実家も行くけど、夫の実家にも行くので、その時になんか洗濯させてもらうのもなんかお互い気使うし、あれかなっていうのが あるので、もう下着とかそういう毎日変えなきゃいけない系は全部持ってこう、洗濯なしでっていう風に考えております。でもう一つ、次、じゃあ上、服は何着るのっていう話ですよ。
で、今までの私だったら多分あんまり何も考えずに、もう着物とか浴衣、今夏だからもう浴衣でいいよねっていう感じになってたと思うんですよね。襦袢も暑いから着たくないっていうのと、なんか持っていくのに荷物が増えるとかさばってだるいっていうのがあるので、まあ、今は浴衣でいいかなって思ってるんですけど、まあ、浴衣で帰ればいいかなぐらいで思ってたんですけど、っていう自分の方はいいんだけど、夫の方の親族、義理の両親とかは、それこそ私お母さんから冬のウール着物をお下がりでいただいて着させてもらってるっていう感じなので、全然ね、浴衣で行ったところで変な目で見られるみたいなことはないから全然いいんだけど、そうじゃなくて夫側の、私がまだお会いしたことのない親戚の方に、まあ、お会いするっぽい感じなんですよね、今年の帰省では。それを思った時に、なんかなんていうの、どうしてもやっぱり着物とか浴衣って今の日本ではそんな、なんかなんていうの、やっぱ目立つじゃんっていうのがありまして、でなんで人なんか着物着てんのみたいな風になるのが、なんだろうな、まあ着物生活をしていて着物が好きでそれを発信してる身としては、多分こういう考えっていうのは、なんか周りのみんな皆さんの、そう、私の発信を見てくれてる方々の期待を裏切るようなことになるんだろうけど、そこは私ちょっと守りに入りつつあるっていう、そういう感じなんですよね。とりあえず夫の親戚に会う時は普通の服っていうか、今着てるこれワンピースで、なんだろう、すねの真ん中ぐらいまで丈がそこそこ長いので、1枚で生地も分厚いしねっていう、そういうワンピースなので、これを着ておこうかなっていうふうに思っておるわけです。でこのワンピース、今私ここに黒いベルトしてるんですけど、そう、これね、このワンピースはね、もともとベルトループがなくて、こういうなんかゆったり着たりとか、シャツになってるからボタンを外してなんか羽織物としても着られますみたいな、そういうやつなんだけど、これだとちょっとねガバガバすぎるかなっていう感じ、なんか食事しましょうみたいな、なんかそういう展開で飲食店外出るみたいなことを考えると、ちょっとベルトしといた方がいいかなと思って、そう、今なんでちょっとベルトしてみておりますっていう、そういう感じですね。ベルトループがなくてもまあこんな感じでしとけば、なんかこれがあるのとないのとでやっぱなんか雰囲気変わるなっていうのをすごく思いました。はい、っていう感じですね。とりあえず主人、夫の、ま、実家に行ってお泊まりはさせていただくんですけど、泊まる時とかは別に浴衣でいいと思うんですよね。むしろお母さんからいろいろ着物いただいてて、なんかそういう話もするから、むしろ なんだろう変な目で見たりとか悪いようには思わないだろうっていうのはあるから、そこはね安心できるからいいんですけど、うん、なので夫の実家に行くときは、まあ、浴衣だけど、なんか外出でちょっと親戚の方とお食事しましょうみたいな話になったときは、おとなしく服を着ようかなっていうふうに考えている次第でございます。でここからですね、まず何をどれだけ持っていくかっていう話。とりあえずね、着替え、肌着と、まあなんか肌着下着類は3泊4日分持っていくと。じゃあ上に着る服をどれだけ持っていくかっていう話なんですけど、まずこのワンピースは持っていくっていうのは、なんで今の話で確定っていう感じになってるわけなんですよね。そう、これね長袖なんですけど、長袖でね結構生地もねちょっとごつい厚めな感じなんですけど、素材がリネンなので意外と大丈夫むしろ最近の夏ってなんかもう日差しがすごい強くて、もう肌が焼けるどころか焦げるみたいなレベル の太陽光線がぶっ刺さってくるので、むしろね長袖じゃないと私もう無理かもしれないあんまり暑ければなんかちょっとこうやってね綺麗に袖口折り返して、まあ七分丈くらいか、もうちょっと肘下ぐらいになるからそれでいいかなみたいな
風に思ってます。やっぱりね、腕を覆いたくてでも涼しくしたいんだったら、このなんていうの、洋服の袖じゃダメだね。あと筒袖も普通に暑い。やっぱ着物ぐらいの大きい袖と、大きいっていうか長めの袖と、袖っていうかたもとで身厚口が空いてるっていうのが一番夏にはいいなっていうのはすごく感じております。で、問題はその洋服じゃない時何を着ていくかっていうのと、それを何枚持っていくかっていう話なんですけど、私の中で今考えてるのが、よいしょ、もう浴衣1枚にしようかなと。あんまり何枚、いくつもいくつも洋服をこう、洋服とか着物とかをなんていうの、荷物に詰めて持ってくっていうのがだるいからだるいってもう言い切っちゃったんですけど、荷物は絶対少ない方がよくって、で夏場は確かに汗はかくんだけど、そう、そこでこれですよ。これわかりますか、わかりますかとか言ってもわかんないね。あの、これは昭和藍染めの着物です。着物っていうか浴衣っていうか、なんて言えばいいんだろうね、まあ浴衣なのかなみたいなね。襟入れなければ浴衣になるし、襟を入れれば着物になるよねっていう、そういうものなんですけど、これを1枚でいこうかなと思ってます。もうね、なんであえてこれなのかって言ったら、これはこう昭和藍染めっていうのはとにかく臭くならないっていうのが結構大きな特徴としてあって、もう実際に使ってみてほしいんですけど、何でもいいんですけどね。あの、よく私がすごく非常にあの推しているのは昭和藍染めの上総木綿のストールなんですけど、それもそう、それもそうだし、これも昭和藍染めなんですけどね、本当にね臭くならない。でもう一つ、透けないんですよ、この浴衣ね。結構ね、白いところがあったりするんですけど、少なくとも一番、なんていうの、布が密着して透けやすいお尻の部分っていうのは、あ、ここか。ここら辺ね、は結構ね、しっかり色が入ってるので、透けないので、もう、あの、肌着、下着の上にこれ一枚でいけるなっていう感覚があるので、これ1枚でいこうかなと思います。で、臭くならないから、もう汗かいてもしっかり乾かしておけば、まあ、可能ならね、霧吹きでちょっと水かけて、で釣り干しできたらもうそれでいけると思うんですよ、うん、っていうか多分いけてる。やったことはまだないんだけど、感覚として結構ね、これ着てすごい汗かくようなことをしたことだって何度もあるので、大体わかるんですけど、いけるはずだと思うので、そう、これをね、よいしょ、1枚で行って、まあ、最悪洗いたかったら手洗いさせてもらえればそれでいいかなって思ってますし、よいしょ、そう、夏だからね、そこがいいんだよね、乾くから。いくら石川県といえど、この生地だったらちゃんと釣り干しすればさすがに乾いてくれませんかねみたいなそういう感じですね。そう、とにかくね、昭和藍染めはなんだろうね、雑菌がこう繁殖するのを抑える効果が実際あるって科学的に言ってるわけじゃないんだけど、あるんじゃないかなっていうのはすごい昔から言われてて、実際に確かに臭くならないなっていうのは実感してるところでもあるので、そう、これを着ていこうかなと思います。結構ね、柄付けというか、なんか柄付けっていうか、そうね、染めがもういろいろ自由な感じになってて、派手は派手なんですけど、でも夏でこういう青いの着るとね、すごく色が涼しげでいいな、いいだろうなって思うし、どうせなんていうの、ちょっとかしこまった感じで行かなきゃいけないところにはもう洋服これで行きますっていう風にしてるから、そうじゃない、全然かしこまらなくていいところはとことん好きにやりたいみたいな、そういう気持ちもありまして、これをね選びました。あとはね、もう単純に自慢したい自慢したいから着てくっていうのはあります。すごくね、気に入ってます、この昭和藍染めのね、もう色がね、美しすぎてどうしようってなっちゃうし、なんていうか、あとは自慢もそうだけど、昭和藍染めについてね、見る人に、見てなんかリアクションをくれる人がいるとしたら知ってほしいっていうのがあって、それもありますね、正直。なのでね、これを着て、あの、千葉から東京駅行って、東京駅から新幹線で
金沢駅行くみたいな感じでしようかなっていうふうに思ってます。そう、これをね着ていこうと思う。で、あとは帯とかそっちどうするっていう話なんですけど、よいしょ、帯はね、もうシャの帯一本だけで行こうかなっていうふうに思ってます。これでいいかなね、どうしようかな。まあシャの帯こんな感じで、あと私帯締めるときに基本的にあの矢の字結びをするんですけど、矢の字結びとかあと替えの口系の結びって下から上に手先を差し込むっていうあの結び方をしてるんですけど、あれって意外と落ちてきやすいので、いつも私は帯締めをしてるんですけど、荷物を増やしたくないので帯締めはこれで行こうと思います。なんかちょっといかつい感じになりそうなんですけど、まあでもね、何でもいいやっていうので、どうだろう、ベルトが黒なら帯も黒い方がいいのかな。これちょっとまだ片付けてないやつなんだけど、こっちの方が涼しげかな。でもお祭り感は出やすいんだよね、紺色の帯の方がっていう気がしてるんだよね。どうしようかな、どうしようかなっていうのを悩んでます。まずそう、皆さんにアドバイスいただきたいのはそこ、帯紺色と白どっちが好きですかっていう感じです。ちなみに黒のベルトを帯締め代わりにするつもりですっていうね、はい、あのアドバイスお待ちしております。そんな感じで、そうね、なんかね、私も結構その普段着物生活っていうのと社会的なあれこれみたいなのっていうのはやっぱり、確かに着物生活してそこそこ年月っていうか、年月ってことでもないけど、なんかね、1年2年3年4年みたいなくらいでやってるんですけど、何年やってるのかもちょっとちゃんと数えてないかわかんないんだけど、やっぱり未だにね、こういう時ってやっぱ着物で押し通していいのかどうか迷うみたいな、そういう時ってありますね。なんかそのこと自体も私自身は悔しいなっていう気持ちがある。正直ね、着物って別にもともとは本当に普段着だったし、みんなが着てるから、着物着てるからっておかしいっていうことはなかった時代もあったけど、今はそうじゃなくなってるっていうのが、もともと日本で生まれて日本の固有のものとしてあるはずのものがおかしいみたいな雰囲気になっちゃうのがおかしく、まあそうね、人によってはおかしいって思う人もいるだろうし、まあそのことも悲しいし、私自身がここで着物で行ったらなんかちょっとなんか人間関係めんどくさいことになったらあれだしなっていう風に思っちゃうところも、なんかそれはそれで悔しいんですよね。だからといって好きな格好でどこでも行けばいいかっていうと、ちょっとそうはいかない部分っていうのがあるんだろうなっていうのも思ってて、例えば多分一番わかりやすいのがお葬式の時に着物のあの喪服着ていくとして着物を着ていきますかっていう話があるじゃないですか。それで、まあ、私の中でっていうよりはなるちゃんと二人で喋ってたりして、二人の結論はやっぱり着物じゃなくて、そこは普通のよくなんか売ってるブラックフォーマルみたいな、なんか真っ黒のワンピースみたいな着た方が無難だし、その方がいいよねっていう結論に二人はなってたりしてて、まあ、そういう感じでね、なんか着物だからどうとかっていうより、その場にふさわしい装いっていうのがどういうものにしといた方が無難かみたいな、そこは別になんか自分のこの主張を表現する場じゃないよねみたいな、そういうのがあったりしてて、あとはもう個人的になんだろうな、実際に着物はそういう目で見られている場合もあるよっていうことを認識しつつ、どこまで頑張れるかみたいなところがあるんだろうなっていうのをすごく思う。浴衣だけでいけるんだったらもう本当にあのこの浴衣ともう一枚なんか浴衣持って、もしくは、まあ、食事行くみたいな話になりそうだったら襦袢一枚か襟だけとか半襦袢とかそういうのを持ってけばいいんだろうなみたいな風に思ってるから、そうね、そこであえて洋服っていうのはね、まあしょうがないね。なんかいらぬあらぬ誤解とかなんかね、そういうのはやっぱり生みたくないし、親戚付き合いっていうのは
うまく言えないんですけど、まあ、少なくとも私と夫のなんかご家庭の雰囲気的にはなんか縁を切るとかそういうのじゃないから、ある程度ね皆さんそれなりにつながって、で必要な時は助け合ったりとか折に触れて連絡取り合ったりとか、そういうなんかねいいお付き合いができる環境だろうだなっていうのはすごく思ってるから、うちはねそこら辺だから恵まれてるなっていうのはあるんですけど、そうそうですね、なんか結婚すると自分とその結婚配偶者だけってわけにはいかないみたいなところが割と出てくる場合が多いと思うんですよ、結婚した時の話でいくとね。でそこが相手は選べても相手の親族は選べないから当たり前なんですけど、まあ、もっと言えば自分の親族も選べないから、そこがね多分ちゃんとうまくやれば別にお互い気持ちよく過ごせる関係になれるなっていう風に思えるのがすごくありがたいと思う。でその上でじゃあその気持ちよく過ごせる関係をなんかうまくやるためにはどうするかっていうので、そうなんですよね、毎日とか毎日はあれだけど、それこそかなりの頻度でやり取りするんであれば、ね、それこそあの私とその義理のお母さんとかみたいにそこそこ連絡取ってなんか仲良くっていうか、私が仲良くしてよくしていただいてるんですけど、それそういう関係だったら別に今着物が好きで普段着物の生活やっててこんな感じで着物って楽しいですねみたいな、そういう話をしてあの平然とね浴衣とかで会いに行くっていうのはありだと思うんですけど、そうじゃない相手っていうのもいらっしゃるじゃないですか。なんかなんだろう、うまく言えないけどどこからがそうかっていうのもね、それぞれの家族の形によって全然変わってくるからあれなんですけど、そんなになんかお互いなんかわざわざ連絡するような感じじゃなかったりとか、年賀状はまあ送るかなくらいの関係とか、そこら辺の関係性の方親族に対していきなり着物で行って何の説明もないままいると、なんか着物なんだろうな、その考え方によってはそのいいとか悪いとかじゃなくてね、なんかなんでみたいな、どうしたのみたいな感じになっちゃう可能性ってやっぱあると思うんですよね。しょうがないそれはっていう、しょうがないって思ってるのと、そうしょうがないっていうことがちょっと悲しいなって思ってるところと両方あるんですけど、とりあえず私はそうね、あの着物じゃなくて当たり障りない感じで、まあ、この服が当たり障りないかっていうとちょっと私センスも常識も欠けてるから分かんないけど、まあ別におかしくはないよね多分と思ってますまあそういう感じでね、いろいろ考えておりました。でその自分の着物は別に全然おかしい服じゃないっていうところと、でもやっぱり着物だと目立つよねっていうところの、なんかこの自分の中でのバランス感覚っていうのが、そうね結構なんだかんだでずっと考え続けてるところだなっていうふうに思ってますね。うん、私の仕事を行くとき、家庭教師行くときに、今はどこの今私が受け持ってる生徒さん全員のうちに基本着物で行かせてもらってるんですけど、やっぱりね家庭教師始めた当初とかはあんまりそういうこともできなかったです。家庭教用の無難な服っていうのを、まあ、あのなんていうの、全身一揃い分なんか置いといて毎回その服だけで行くっていう、まあ、週に1回とかだから家庭教毎日その人の家に行くわけじゃないから、別に服が同じだろうがそこはもういいやと思って人揃えだけ持っといてそれを着ていくっていうことをやってたんですけど、まあ夏は暑いし冬は寒いんですわで特に冬の寒さが無理ってなってきて、そこで初めてあの結構ねあの授業の回数も重ねてご家庭の方ともお話しさせてもらったりしてて、で実はこんなあの着物で行っていいですかみたいなことをやっとそこで初めて打ち明けられたっていうのがあったので、やっぱりね私も結構ビビってましたし、今でもその気持ちは、なくなったわけじゃないよねっていう、それ以降その一つのお家で着物でいいですかっていう風に
あの聞いていいですよっていう風になった時にちょっとね自分の殻が破れた感があって、その次は初回だけ最初の為替だけあの洋服で行って、で実はあの着物が本当の姿なんですけどみたいなまあそんな言い方はしないけど、着物で行っていいですかみたいな風にあの尋ねる、あのなんていうの、そうね、問い合わせるじゃないけど聞くことができるようになって、大体っていうか今まで一度も断られたことはないから、あ意外と大丈夫なんだみたいなところもあったりして、まあ、かといってやっぱり初回一番初めてお会いする時に着物で突撃っていうのはまだできないし、多分今後やもうよっぽどね普段着物がなんか普及して、なんか普通の会社とかなんか勤めてる人も着物で出勤してる人がそこそこいますみたいな風になるまでは、そうね、着物でいきなり行くってことはしないんだろうなとか思ったり、そうなんか着物、自分のなんかその好きな服着物っていうのと世間が私に求めるその立ち位置での装いっていうのとのバランス感覚っていうのがね、そうね、難しいなって思うね。ただもう人の結婚式に呼ばれたらもう絶対着物で行こうっていう感じですね。そうね、真夏に結婚式やるってなったらどうするんだろうとか思ったりはするけど、まあ、真夏に結婚式やるようなタイプの友達っているのかなみたいなところになったりとかして、まあ、なんかいろいろ考えてます、そういうの。ともかく、うん、そんな感じです。あとそのもう一つ着ていくものが、まあ、大体決まってるのはいいとして、もう大体まあ決まってるんだけど、ちょっと悩んでるのがあの靴どうする問題、すごくね困ってます今。どうしようかなと思って、あの浴衣とかだったら下駄とか草履とかでまあ足袋履いとけばもういいじゃんみたいなところなんですけど、そうね、ただこの洋服で足元下駄ってちょっと違うし、これで足袋履くと、着物ってさ裾がもう足首とかまであるから足袋履いててもなんかそんなもんなんですけど、洋服で本当に足袋だけ履いてるとなんか何なのその半端な丈の靴下じゃないけどみたいな雰囲気になっちゃうんだよね、特に夏。それでしかも下駄とかあの草履履いてるとなんかいいんだけど、全然いいんだけど、かしこまった場でそれをやるのかっていう話で、せっかく洋服用意するんだ、用意するぐらいなんだからそんな変なことはできないっていうか、やりたくないっていうのがあるんだよな。だから結局やっぱりね、一足着物、違う、洋服用のパンプス持ってくかみたいな本当にね、荷物増やしたくないんですけど、そういうことを考えておりますね。で普段っていうか、着物の時、浴衣の時はもう旅リラ履いとこうっていう風に思います。そこそこ移動はするから、まあ、電車乗ってバス乗ってみたいな、そういう感じの移動ではあるんですけど、まず家から駅まで歩くっていうのがね、そう、ここから最寄り駅まで20分ぐらい歩くっていうのがまず一つあるから、歩きやすいように旅リラがいいかなっていう風に思ってます。あとはあの洋服用のパンプスを履いてる時に、その履き物をまたなんていうの、荷物に入れなきゃいけないってなった時に、下駄とか草履だとどうしてもね厚みがあるから、それがねかさばるので、旅リラはその点すごい薄いから歩きやすさもあるし、なんなら洗えるしみたいな、洗うことはないと思うけど、なのでそう、旅靴下に旅リラ、もしくはもうあのよそ様のお家にお邪魔するんじゃなければ裸足で旅リラでよくないみたいな、そういう風に考えております。とにかくね、荷物をとにかく少なくしたいっていうのと、なんて言うんだろうな、変なトラブルに巻き込まれないような服装っていうのをなんとか両立できるようにしたいなとかっていうことを考えながらね、まあなんかちょっとあんまり前向きじゃないような話し方をしちゃいましたけど、実際ね、久しぶりに西川県行くのはすっごい楽しみだし、まあ今回は本当に親戚だけ、親兄弟とだけお会いし、会って、で、そのまま帰るっていう形になると思うんですけど、そう、ちょっとね、やっぱ流行り病もあるから、
なかなか友達とか、まあ、それこそ着物仲間とかね、せっかく石川県行くんだったら着物仲間会いたいなとかって思うんですけど、うーん、ちょっと私東京駅から来るしなみたいなのなんかね、東京駅本当に人混みであんまり私好きじゃないんですけど、そこ通らないと来れないっていうのがあってね。そう、飛行機が高いんです、この時期。なんかね、夏休みのそのいわゆるカレンダー通りの休みの人たちが休む休みの時期って本当飛行機高くなるんですよ。そうじゃない時期は逆に新幹線より安いから、なんか平日とかに、全然オフシーズンの土平日に帰るんだったら飛行機の方が安かったりっていうのはあるんだけど、そう、今回はね新幹線で帰るから、そう、東京駅行くしなとか思って、まあ誰にも会わずにパッと帰ろうかなっていう風に考えてます。本当はね、小松の実家とか行きたいんですけどね小松の実家っていうのは、あの清美さんのお家、もう勝手にね実家呼ばわりしてるんですけどね、もうせっかくだったらなとかってね思ってたんですけど、まあ日程的に厳しいっていうのもあるし、ちょっと流行り病的にもうまあ大事を取ってっていうのがありますね。はい、まあ、そんなわけでベラベラと一人で喋っておりましたが、なんかとにかく楽しみ、久しぶりにね、なんかそういう長距離の移動するっていうのもなんかね、やっぱ久しぶりだとワクワクするね。しょっちゅうだとだるいんだろうなって気はするけど、たまになんかそういうのがあるとワクワクして楽しいなっていう、そういう気持ちになっております。はい、でこれからそうね、その帰省に向けてこのワンピース一回今着てるから洗っておいて、乾かしてきちんと畳んでパッキングしなきゃなみたいな。もうね、週明けにはパッキング終わらせておかないとごたごたしてて、なかなかちゃんと荷造りできないみたいな風になる気がするので、そう、とにかくね、荷物、そう、荷物をちゃんと作って、前日に慌てずにしっかりね、夜中までなんか荷物作ってて、寝不足のまま出発して、それでなんか免疫っていうか抵抗力落ちて、なんかいろんな病、なんかね、病は一つだけじゃないから、ただの風邪もそうだし、インフルエンザもそうだし、まあなんかその他もろもろのね、なんかあれをもらってくるのも嫌だから、しっかり体力作りを前日とかにするためにも今のうちから荷物を作っていこうかなというふうに考えております。はい、今年の夏皆さんはどこかどうなんでしょうかね。帰省とか旅行とかされた方はいらっしゃいますでしょうか。もしね、着物と洋服を両立させた方がいらっしゃいましたらなんか荷物を減らす、なんだろう、コツみたいなのを教えていただけると嬉しいです。結構考えて自分の中で最小限にしたつもりなんですけど、ここもちょっといけるよみたいなのがあるとね、教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで、まあ、これ脱いで洗濯して着物着ようかなと思います。着物着るのはまた別の動画で撮ろうかな。なんかめんどくさくなったら撮らないかもしれないはい、そんな感じです。本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。